こんばんは。今夜は穂村と真美さんが占いに足を突っ込んだというお話をしてくれますよ。最後までごゆっくりどうぞ。なんかわかる、それやってみて、で相手の人が当たってる、あ、こういう人だって、なんかそれがほら喜んでくれたら、なんとなくなんかこう刺さるよね、こっちの気持ちにね。それで、あ、なんか喜んでくれるんだったらもっとやろうかなっていう気持ちになるもんね。なんかこう、でも幸せになってほしいよね、悩んでる人ってね。じゃあね、ホムラちゃんはなんで、ホムラちゃんってなんかいろんなことができそうだからさ、何もこういった魔女になってまでね占いしなくてもいいと思うんだけど、どんなか。なんでだったかな。なんか前に私物販もやってて、でその物販でもまあ利益も出てたんだけど、別にすごくやりたくてやってた仕事じゃなくて、ただまあ利益とか収入を増やしたいっていう感じで、仕事とプラスで副業みたいな感じでやってたんだけど、まあずっとこのままやり続けるのかなって思った時に、やっぱりやりがいだったりとか本当に自分がしたいこととか考えた時に、なんか人をまずまあ幸せにできるもの、自分で自分を輝かすじゃない、自分で自立できるものがいいって思って、もうそこはもう直感でパッともう占いっていうのが出てきたから、そう、もうあ占いなんだわと思って、もうすぐ。大村さんってあれよね、直感力めっちゃ優れてるもんね。そのピンときたやつって正しいと思う。これからはもうさらにもっと直感大事にしようと思ってる。あのね、やっぱ直感って大事だと思う、運のいい人は直感がいいんだって、直感が優れてるんだって。運もいい。今の人間って薄れてるみたいだね、そういう感覚がね。そうね、やっぱりね、野生から遠ざかってるからね今ね。じゃあ転売はやっぱり、ね、あれこれ考えて決めたの、後々人に任せたら自分が働かなくても自動化できてとか、頭でいろいろ考えてやってたら、もう途中で体調も崩したし、もう全然、なんで全然楽しくないけど、2年間続けたけど全然楽しくなかったから、私も、今はね楽しい。なんかほら適職とか転職とかいうやつは、どんなに大変でもやってて楽しいことなんだよね、でやっぱり見つからないっていう人は、まず飛び込んでないんじゃないかなって思う、だからほら、なんか楽しんでやりましょうねって言っても、自分に合ってないことを無理してやってる時は楽しめないもん ね、最初もねやっぱり言われるのよ、なんかね血尿が出て一人前ですとか言われたの、前の企業塾ではね。血尿が出てやっとなんか話せるぐらいのなんだけど、いやそれはどうなのかなって、やっぱね、いくら言っても間違った努力はいくら言ってもやっぱりね、しんどいままで終わっちゃうから、自分が血尿を出したのかね、出してるんだって。だからそうか、そこに話で、ね、すごくもう利益が本当にもっと出てる人はもう出ました出ました出ましたみたいな、血尿血尿尽くした血尿痛いわそれは。あと点滴、ね、打ったとか。でも今はねもう自動化して人に任せちゃってるから、自分は何も働かない動かないけど入ってくるみたいな感じだけどね。そういうことで成功する人は ド M なんだよ、ド M ね。ねパミちゃん、ド M なんよ、自分を痛めつけて成功するって、それに喜びを感じるんじゃない。そうなの。なんかほら、こんだけすごい体育会系だよね、こんだけ苦労したからこれだけの成果が出たっていうことを、なんかこう自分で納得するために血尿まで出したんだっていうのは、やっぱりなんかその人なりのやり方であって、それもう全然否定もしないけれども、それができる人とそうそうそう、できない人やっぱりいる、でそれでできなかったからってね、でもそれができないからってダメってことではないからね、ちょっと合わなかっただけだと私は思うのよね、まあ、血尿出すのが好きな人はどんどん出しちゃってくださいね、そんな感じがするよね。マミさんはなんで、私なんでだろう、全然みんなみたいに熱い思いを持ってき
しれないけど。わかったでしょ。私も全然熱くないからさ。大丈夫大丈夫。見てもらうくらいだったけど、うん、でも、まあ、ちょっとね、いけない声をしてた時に、やっぱ見てもらった。聞きたいわよ、いけない声。なんだろう、答えは、答えはね、自分の中にあるっていうのをずっと思ってるけど、やっぱりそこで背中を押してもらいたい時があるし、なんだろう、自分のね、なんだろう、視野の狭さというか、そういうので、他の意見も聞いたりで、っていう気持ちで、まあ言ってたんだけど、その時に言われたのが、そのまま恋愛をやめる必要はないし、まあ否定も肯定もしないけど、そのうちもういいやって思う時が来るから、それまでいいんじゃないっていう、まさかのアドバイスぐらい。いや、その、ね、あ、そういうね、仕方もあるんだなとも思ったし、タロットと なんか生年月日聞いてたんだけど、なんかとなんかをやってた。なるほど。でなんかやっぱ見なくても見なくてもやっぱ当たるからすごいなって思って、見えないものを見たいってやっぱ思う人間の心理ってあると思うし、あるあるあると思うよ。そうそう、うん、で周りにもね悩んでる人がいるから、まあ、その背中をね押してあげれればいいかなっていう。いや、素敵です。素敵、一番いいかも。私の何、思いつきよりよっぽどいい。なまってないよ。お手配だ、お手配来たら自分の何、欲求を満たすだけだからね。それも大事だよ、まず自分だよ、ね、そう、きっかけはいろんな形。今夜もご視聴ありがとうございました。ではまた。